はい、2530回始めます。あ、タバコの煙が映っちゃうかな。2530回始めます。2024年4月5日金曜日入ったところですね。あれだね、原油価格がちょっと上がってきたね、またね。まあ、灯油代、これからかかんないんでね、春、夏に向けて。うん、需要来すぎたんで、まあまああれですけども、ガソリンとか上がるね、まだね。うん、円安だし。私のところで宮城県1リッターガソリンね、見てきたら167円ですね、今ね。うん、まあ、高止まりして、これからもっと上がるかもわかんないね、これね。うん、はい。今回、NHK のね、事件の涙って、これ新しいシリーズなのかな。うん、やってましたね。今回、娘のいない世界を生きてっていうことでね、電通社員、過労自殺から8年っていうことで、高橋まつりさん、ね、過労自殺されてから8年が経ちましたっていうことで、事件の涙っていうね、これシリーズなのかな、番組名、うん、やってたんで見ましたよ私。うん、まあ高橋松8年ですか、早いな。はい、これはちょっとね、うん、まあまつりさんが亡くなったのがちょうどクリスマスのイブだったかな、クリスマスだかクリスマスイブだかだったし、まあ新入社員っていうこともあってね、1年目のクリスマスに亡くなったって、そのなんていうのかな、ね、タイミングも衝撃的だったし、まあ電通っていうかね、その、うん、テレビ業界、うん、私もちょっとね若い頃アルバイトしたことあるんでね、うん、ちょっとした制作会社で、気持ち分かったんで、私は、うん、うん、なんていうのかな、このニュースはね、当時ね、うん、思い出は深いんですよ。で、8年ですか。ね、高橋まつりさん、ね、年末のボーナスでお母さんと、ね、お母さんを食事に招待したっていうあの写真ね、うん、その12日後、自ら命を絶ちましたっていうことで、お母さんとね、まつりさん写った写真、2人とも綺麗に写ってましたね。はい。最初のボーナス、まあ、新入社員ですから、最初のね、冬のボーナスもらって、うん、お母さんを食事に招待したと、ね、まあお母さん離婚されてるのかな、シングルマザーでね育ててくれたということ、感謝の気持ちも込めてね、初ボーナスでお母さん食事に招待してっていう時の写真ね、ただその写真を撮ってから12日後にね、自ら命を絶ちましたっていうことで、はい、まあまあまあ、この高橋まつりさんの件ではね、一連の捜査で違法残業などの過重労働の実態が明らかになり、働き方を見直す議論が社会に広がりましたっていうことでね、これ大きな事件でしたね。うん、その後いろいろ、まあね、過労自殺とかね、過重労働で自死選ばれた方とか、まあまあまあ、たくさんありますよ、たくさんあるんだけども、この高橋まつりさんの件はね、反響大きかったと思うよ、社会の。うん、はい、まあこんなこと言ってはあれだけどね、本当に確かこの方東大かどうか出てんだよ、早稲田が出てんだよね、早稲田か東大だか出て、うん、でシングルマザーで一人なんていうのかな、お母さんに育てられてね、お母さんに親孝行したいと、ね、お母さんの面倒を私が見るんだっていうね感じで、でメディアの業界で、うん、活躍したいみたいなことで、そんなね、頭もいいし、うん、ルックスもいいしみたいなね、うん、方が、うん、あっという間に1年目で亡くなったっていうんで、ちょっとね私衝撃だったんですよ。うん、で、このお母さんがね、まつりさん亡くなった後に、うん、やっぱり若者たちに、うん、我が子を亡くす親のね苦しみというか痛みというか、それを伝えたいっていうことでね、まつりさんを亡くした後、お母さんね、うん、といろいろ活動してるっていう、それのまあ記録というかね、うん、ドキュメンタリーというか、そういう番組でしたね。うん、でお母さん、その後闘病生活、うん、闘病中も若者から助けを求めるような、このお母さんの元にね、今苦しんでる若者、うん、会社に入って、まあ、サービス残業とか過重労働とか、うん、強いられてて結構苦しいという若者から助けを求めるようなメッセージが、
連日届いてるってことですよ、うん、パワハラで適応障害になった、辛いと、やめたいと、そういうメッセージとかね、うん、でお母さんね、娘さん、まつりさんがいない世界をどう生きるのかっていうことで、はい、で NHK もね、まあ、私クローズアップ現代とかかな、他の番組で、あのチャンネル、なんだ、回数でも私何回もやってますけど、NHK もね、あの過労自殺当事者なんですよっていうことでね、あの、まあ、NHK 自体も何度もやってますけどね、うん、佐渡美和記者っていう方ね、この方2013年の夏ね、夏の選挙の時ですよ、選挙特番の時で、選挙情勢とかいろいろ取材して忙しく働いてて、過重労働、うん、残業もたくさんして、うん、そんでこの佐渡美和さんっていう31歳っていう若い女性ね、亡くなりましたっていうことで NHK、うん、この過労死と認定されたと。で過労死に関しては NHK も人事ではありませんと。で2019年にも記者の管理職が過労死してるっていうことで、うん、NHK もね、過労死に関してはもう人事のようには言ってられないってことですね、うん、まあ、まつりさんの件に戻ってね、まつりさんのお母さん高橋ゆきみさんね、高橋ゆきみさん、うん、娘の服、うん、娘の使ってた服とかね、持ってた服は全て残し、折に触れて娘の着ていた服を、まあ、自分も身につけてると。ゆきみさんは全国各地を回ってまつりさんが辿った人生を伝えていますと、うん、でシングルマザーだったゆきみさんね、シングルマザーのゆきみさんがいつもゆきみさんをいつも気遣っていたまつりさんってことでね、うん、中高一貫校に特待生で入学ね、頭良かったんですね、まつりさんね、うん、大学には複数の奨学金を受けて通っていたということで、まあ家庭、あの経済的にはね、あんまり、まあ、シングルマザーの家庭ですから、うん、お母さんも大変だったと思う、うん、でそれを気遣ってね、あの一生懸命勉強して複数の奨学金を受けて大学に通ってね、で社会に出て働いて、お母さんのことは私が面倒見ると、社会人になったら自分がお母さんの面倒を見たいと、うん、経済力とやりがいを求めて就職活動をしたと。そんで、電通っていうね、まあ業界最大手ですよ、広告屋の日本一、ね、の電通っていう会社に入ってね、と思った、頑張ろうと思ってたんだけども、待っていたのはあの過重労働ね、残業に次ぐ残業ね、午前様に家に帰るのは午前様っていうのもただあったんだと思う、うん、でクリスマスの朝ね、これちょっと私、うん、まあ、この高橋まつりさんの件ね、なんか何本も私もね、あの番組とか見てるし、このチャンネルでも何回か扱ってるんですけど、これちょっと、まあ、初めて見たのか、私が見ても覚えてなかったのか分かんないけど、まつりさん、この亡くなった日、クリスマスの朝ね、うん、クリスマスの日にまつりさんね、あの自死、自分でね、命、ね、あれしたんですけど、クリスマスの日ね、その朝ですよ、まつりさんはお母さんにね、メッセージを送ってたんですね、スマホでね、メールかなんかで、うん、で その内容、さようならお母さんと、自分を責めないでねと、最高のお母さんだからっていうね、メッセージをお母さんにメールかなんかでやってたんですね。でお母さんのゆきみさんはすぐに電話をしましたと、うん、死んじゃダメだよと言うと、うんうんと帰ってきましたって言ってましたね。まあこの高橋ゆきみさんね、あのどうだろう、し地方都市なのかな、私ちょっとその辺よく見てなかったけど、まあ松井さん電通だから東京に住んでたんでしょ、一人暮らしで寮かなんかだったのかな、分かんないけど、だけど近くには住んでなかったみたいね。だからこのクリスマスの朝にね、さよならお母さん、自分を責めないでねと、最高のお母さんだからって、これね、メールももらってやっぱりすぐ電話したお母さんも、まあ、偉いと思うけど、それでも亡くなっちゃったんだね、うん、お母さん電話でね、すぐに電話して死んじゃダメだよと言うとって言ったから、言ったんだね、死んじゃダメだよって、うん、言ったんだけども、その約4時間後に松井さんは自ら命を絶ちましたとなってるんでね、お母さん、まあ、このエピソードを聞いては私もお母さんさぞかしこれ余計にね、うん、まあ、死ぬ4時間前ですよ、お母さんにメッセージくれて、そんで電話してるんだから、で話してるんだから、それでもなおかつまつりさんね、自分から命を絶ったっていうことは、
まあ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 、やっぱり追い詰められてたっていうか、自分でいろんなことを、うん、ね、判断できなくなってた、まあ病気、うつっていうかね、状態だったんだと思うよ、これ、うん、もう死に、なんていうのかな、吸い込まれていくような感じで、自ら命を絶ったっていう形だったんだと思うよ、これ、まあ病気というかね、うん、感じだったんだと思う、本当に。それの、まあ、やっぱり根本原因は長時間労働、過重労働、あと上司とか周りの、うん、気遣いなさ、配慮のなさとかいろいろ加わってだったんだと思う、ね、あの時新幹線の始発で出て祭りに会いに行ってたら、ね、助けられたと、あの時どんなに辛かったんだろうってのお母さん、これ悔やんでも悔やみきれないね、死ぬ4時間前に電話で話してるんだけど、死ぬ4時間前に電話でね、死んじゃダメだよって言ってんだから、それでも命絶たれてしまったっていうことは、本当お母さん余計に辛いと思う、これ、うん、でお母さん講演とかでね、よく言ってる言葉があると、うん、命より大切な仕事はありませんと、うん、ねいうこと、よく講演とかで言ってるみたいですよ、若い人たちに。そうだと思う、命より大切な仕事はありません、うん、本当そう、どんな尊い仕事とかね、どんな社会に役立つ仕事をしてるよりも、やっぱり親としたら娘が生きてること、うん、それが一番大きな大事なことだということですよ、うん、はい。過酷な働き方がどれだけ人の心を追い詰めるか、本当だね。社会に出る前に知ってほしいと若者に伝えてるとね、過酷な働き方、うん、どれだけね人を追い詰めるのか。そうですよ、ほんとね、長時間労働とかパワハラとかセクハラとかモラハラとかっていうのは人間追い詰めますから、うん、ほんとにやってる人、長時間労働強いてる人、パワハラやってる人、モラハラやってる人、ほんとにね、これ間接的な殺人だと思うよ、私は、うん、これ感じないのね、やってる側、言ってる側っていうのはね、いじめっ子と一緒、うん、まあ私も数々のパワハラを受けてきたしね、モラハラを受けてきたし、うん、分かるんだけども、言ってる側は微塵も感じてないから、本当にいじめてる側とかね、うん、本当恐ろしいんだよね、うん、はい、まあまあまあいいや、うん、働き方改革が続く中で過労死や過労自殺は徐々に減少していっていると、うん、ね、それでも昨年は121年が昨年ね、2023年は121人が過労死や過労自殺として労災として認定されました。減っては来てるんだけども、去年121人が過労死とか過労自殺として労災認定されてるということです。雪見さんのもとには全国から過労等の相談が寄せられているということで、雪見さん、何かツイッターなのかインスタグラムなのかね、フェイスブックなのか何かやってるんでしょう、雪見さんね。その雪見さんのもとには全国の若者、まあ、若者じゃないかね、中高年からもあるかもしれないですけども、苦しい訴えとかがね、全国から届くと、うん、いうことですね。自分の大切な人生を自分のために生きてほしい、これだけですね、本当にね、自分の大切な人生を自分のために生きてほしいとね、本当に辛いんだったら、私も本当そう思うよ、逃げなさいということ、うん、その環境から逃れられないんだったら、これいじめっ子は変わんないからね、うん、人殺しといても変わんないんだから、いじめっ子っていうのは恐ろしいことに、うん、自覚がないんだから、自分のやってること、うん、同じことされたら、同じこと言われたら、あなたはどう思いますかっていうことを考えられないのね、そういう人っていうのは、うん、そういう人いるから、モンスターみたいなのが世の中にゴロゴロいるから、うん、そういう組織もたくさんある、うん、ね、その場合私は逃げた方がいいと思うし、このお母さんも言ってたと思うよ、うん、もう逃げるが勝ちっていう言葉あるんだけど、うん、決して恥ずかしいことでもないし、負けることでもないから、逃げるっていうことは、もうその組織から抜け出すこと、これ大事だと思う。自分の大切な人生を自分のために生きてほしいと、うん、で30歳の岡野咲さんっていう方かな、これ仮名なのかな、
憧れの大企業に就職、ね、上司からの暴言を受け続け適応障害を発症したと。その後も我慢して働き続けて症状が悪化したと、うん、で、ゆきみさんにメッセージを寄せた一人ね。で、この方にね、岡野さんに対して、岡野咲さん30歳に対してね、この方、憧れの大企業に就職、ね、上司からの暴言を受けて適応障害と診断され、それでもその後も我慢して働き続けて症状は悪化したと。で、メッセージをね、お母さん高橋ゆきみさんのもとにメッセージをくれたと。で、その時お母さんどういうメッセージを返したから、うん、で高橋ゆきみさんがこの岡野咲さん、うん、に返したメッセージ、死ぬくらいなら死ぬ気で逃げてた。いや、いい言葉だね。さあ、いや、ほんと高橋ゆきみさんのこのメッセージ最高だと思うよ、私ね。仕事でね、過労を強いられるとかね、モラハラセクハラパワハラ受ける、でそういう上司に暴言を受けるという、でそれであなたが 死を選ぶくらいだったら死ぬ気になって逃げてくださいって言ってるんだね、お母さん。私もそう思う、うん、逃げるが勝ちっていうか、本当ね、サバイバルゲームだから世の中、うん、そういうモンスターから、モンスターを変えるっていうのはできないよ、一朝一夕には。時間かかるし、でそういうモンスターを買ってる組織っていうのは、ね、モンスターを評価してるわけだから、うん、ね、その会社側にも、なんて期待できないよね、その場合。その場合はまず自分の命最優先して、その組織から逃れることだよ、逃げることね。お母さんのメッセージ、私最高のメッセージだと思うよ。死ぬくらいなら死ぬ気で逃げてと、うん、ゆきみさん、うん、言ってました。まあまあまあ、短いメッセージだけどね、たくさんいろんな日本中の若者たちから相談を受けて、この岡野さんに対して送ったメッセージ、しみるね、心にしみる、心に刺さる。死ぬくらいなら死ぬ気で逃げてね。本当に大企業、憧れの大企業に就職したとかね、いい大企業だし、世間的にも通用するしね、ということで居座りたかったんだけども、いやいや、そこに居座って適応障害になって働けなくなって、ね、死を選ぶくらいだったら、ね、死ぬ気になって逃げるのは大事だよっていう、ゆきみさんのね、強烈なメッセージですね、これね。で、ゆきみさんね、そのもう子宮体がんっていうのかな、がんね、がん、子宮体がんっていうのを公表したと。で、その後闘病生活を続けてると、うん、で、ゆきみさんをそばで見ていたまつりさんの弟、良太郎さんっていうのもね、映ってましたね。高橋まつりさんに弟さんいたんだね、私知らなかったな。うん、お母さんの高橋ゆきみさんと高橋まつりさんの、まあ、2人の家庭だと思ってたら、良太郎さんって弟さんいたんだね、まつりさんの弟さんね。私ちょっと知らなかったな、これね。たくさん見てるんだけど、まつりさんのやつは番組とか、うん、はい、ということです。事件の涙っていうことでね、あれから8年ですよ。電通新入社員として入社して、まあ、1年目の冬のクリスマスの日に自ら命を絶った高橋まつりさんで、ね、亡くなって8年経ちましたっていうことで、その後ね、お母さんがどういう活動をしてね、してるか、うん、どういう日常を送ってるかとかやってましたっていう話しました。はい、これね、本当に忘れちゃならない、うん、一つの事件だと思いますよ、私は、うん、亡くなってほしいね、本当に。過労自殺とか過労死とか、本当に亡くなってほしい。あと仕事を通してのパワハラとかモラハラとかセクハラとかね、あと過重労働とかね、時間外労働を強いるとかね、うん、こういうのはね、本当私は逃げるべきだと思うよ、辛かったら、うん、あとモンスターはなかなか変えられないから、うん、いじめっ子でもいいよ、いじめっ子はなかなか変えられないからね、ジャイアンはジャイアンよ、死ぬまで変えようがないんだから、うん、うん、逃げる方が早いっていう場合はあるんでね、いくら名が通った電通なんかまさにそうじゃないですか、何の通った企業だし給料も高いしあるんだけど、ね、業界最大手だしね、うん、広告業界では あるんだけど、大企業だからいい会社だとは思わないし、大企業だからいい生活ができるとは思わないし、あくまで命あっての仕事だから、うん、ね、本当人間
命がなくっちゃ、ね、この雪見さんのメッセージね、命より大切な仕事はありませんって若者に言ってたけど、その通り、うん、あとね、雪見さんの言葉の中で突き刺さるのが、死ぬくらいなら死ぬ気で逃げて、これですよ、なんつったって、ほんと、逃げることは恥ずかしいことでも何でもないから、うん、はい、ということですね、これは私はね、私の娘にも伝えてやりたいね、この言葉は、はい。ということで、高橋まつりさんの件、ね、事件の涙っていうことで、NHK の番組でやってました、ね、これシリーズの番組なのか分かんないですけど、はい、よかったです。終わります。チャンネル登録、高評価、お願いします。失礼します。